なんか今そうやってんのもいいね、なんか。なんとなく。どうも、プロボウラーのスターです。プロボウラーの大中すみれです。はい、久しぶりですね、なんか対戦、はい、ちょっとやってまいりましょうよ、今日もね。はい、で、今日の企画はですね、はい、大中さん、なんと、はい、珍しく最新ボールを伊賀ニンニンボールに持ってきたということで、なんかいつも最新ボール、来ました、はい、持ってきましたね、はい、ようやく、はい、何でしょうか。来たばっかで、来たばっかり、まだね、全然投げてない、うん、シンクレブです。シンクレブ、はい、なんかスミレって書いてるっぽいよね、なんかスミレブスミレブ、 ス, ミレブスミレちゃんがおデブになったような違うよね、女性そんなこと言ったら怒られるよね。いや、ちょっと気をつけないと、はい、最近お服入んなくなってきちゃった。いや、ほんまにやばいんですよ。やばいの、はい、そんなことないでしょう、全然そんな風には見えないけどね、はい、まあ、ということで、はい、スミレちゃんも最新ボールを持ってきてくれたということで、はい、たまたまね、2人とも全く同じボール持ってますから、はい、これちょっと今日は対戦しようということになりまして、はいはい、いやいやいや、これはなかなかいい企画でしょう。同じボールで男子プロと女子プロが戦ったらどんな感じになるのか。そうですね。で、なんかスミレちゃん最近むっちゃ調子いいんでしょ。なんか聞きましたよ、この前なんか300299みたいな、とんでもないことやらかしたみたいな。またその後にパーフェクト出したんですよ、でも出したの全部ラウンド1中川さんで、そこでしか出ない。そこでしか出てない。それ以外はなるほど、まあ、いや、まあ、ちょっとこの動画の出してくださいよ、はい、ね、まあ出ないでしょうけどね、はい、いや嘘です、嘘です。まあ2人でちょっとまた和気あいあいとやってまいりましょう、はいはい、お願いします。で、今日はですね、まあ、せっかくですからプレゼント企画もつけようということで、はいはい、まあね、プレゼント、まあ、1つはもう決定してるんですよ。なんとこの大中さんからもうご提供いただきましたこのうちわ、はい、これをね視聴者プレゼントにさせていただきたいなと思います。でちょうどねここにねサインかけるとこあるんですよね。なんでめっちゃいいやん、これ黒と私で俺も書くのいる。いや、いりますよ。私のサインは普通に、いや普通にあるので。なるほど、はい、2人分ちょっと大中さんおでこぐらいに書いとこうかな俺。あ、ここに書いとこうかな、笹だーって出るみたいな。こう喋って、そうせっかくここ2つさ分かれて、分かれてんの、これ分かれてんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。ここでスペースをちょっと区切ってあるのに。なるほど、ここ書けるようにしてね。全然関係なくここに書く。そう笹だが食われてるみたいな、どうかなと思って。せっかくここ空いちゃうじゃないですか。いや、まあそうだね。なんか普通の返しです。はい、で、はい、まあ、このねプレゼント企画決定してるんですけど、はい、まあ、対戦もねなんか盛り上がらないと面白くありませんので、はい、もしね私が負けましたら、はい、はい、こちらのシャミーに私と大中さんのサインをして、こちらも視聴者プレゼントということで、はい、豪華2本になりということなので、はい、大中さんもぜひ頑張ってください、はい、私が勝ったらもらえるということなので、そう私が頑張って、はい、ササプロは手を抜いてもらうって感じです。絶対に抜けられへん。なんかスミレちゃんだけは絶対に負けられへんのよ。なんか本当にほんまスミレちゃんにだけはなんか分からへんけど、こう宿敵じゃないです、全然宿敵チャンピオンですから。戦う場所が一緒の場所がないけどね、なぜか宿敵みたいな。まあいいでしょう、それやってもらえます。解決したことないしみたいな。今まで、ね、めったとないね、はい、試合で対戦したことないですけど、全くない。動画だけ、動画だけはもう、はい、もう動画の宿敵ということで、なんか、ね、はい、動画の中でスベちゃん強いからね、なんかそんなイメージあるから、ちょっと頑張りましょう。はい、はい、お願いします。トークだけで終わってしまいそうで、まあ、始めてまいりましょうか、はい、ハンデいる。ハンデ10今まで10いただいたので、あ、本当に、じゃあ10でいきましょうか。わかりました、はい、じゃあ10でちょっとやってまいりましょう、はい、よっしゃ、お願いします。はい、じゃあいきましょうか。絶対に負けられへん。スミレモン、名前の意図は何なんですか。いや、わからへん。なんかそういうのありそうじゃん、スミレモンって。ササダンディーって、俺ダンディーだからね。いや、それがよくわかんないです。どっちかというと、嘘、スミレモンの方がよくわからない。いや、そんなことない。自分で入れたんですよね。自分で入れたんだけどね。え、ダンディーだよ、おかしいな、はい、さあどうでしょうか、1投目。さあどうだ、絶好調の大中プロ。うわ、嘘でしょ。ニンニン強いね、ニンニン出ました。なんかちゃんと投げても分かんないですけど、やった。ここラウンド1中川店さんじゃないですよ。300出ちゃう。ちょっと私ダンディーにストライク決めてきますから、ちょっとね、はいって思ってもないんですよ。何その軽い感じ。
軽すぎないちょっと。どう？よっしゃー。ほらダンディーでしょ、ストライクが。笹田プロのストライクです。どういうこと？じゃあだからダンディーでしょ。ダンディーなのかな。笹ダンディーだからね。はい。もう多分今視聴者滑り倒してんなこいつみたいな感じが。いいんですよ。もう滑ってなんぼの笹田チャンネルですからね。はい。あらなんかコンピューターがバグった。あ、行けました行けました。またバグった。あれ、ああ治りました。すいませんすいません。はい。よっしゃ行きましょうか。スミレモン。結構中め投げてましたね。いやそうなんですよ。これね45フィートなんですよね。はい。で私も初めて投げるコンディションなんですよ。ゴーヤ。そうゴーヤ。ゴーヤってなんか苦い感じやな。中めのがいいのかな。さあ大中プロ迷っております。ちょっと笹田プロに惑わされたんで、ちょっと惑わされたまま行きます。俺は何を言ったんだろう。大丈夫かな。さあスミレモンどうだ。変な名前で呼ばないでください。さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。ああ折れた折れた折れた。騙された。ちょっと。いやいやもう私はダンディーですからそんな騙しなことなどしないですよ。よっしゃ。パターン表見に行こうっと。よし。ここもストライク。ちょっと一発決めてまいりましょう。はい。さあどうだどうだどうだ。よっしゃー。見てもないし、見てもない。ちょっと作戦練ってました。ストライク出して、うわーとかって出るんかなと思ったら全然見てもなかったし。笹田に興味なし。いや、頑張んないと。そうそうそう、視聴者のためにね。はい、はい、ちょっと私のストライクも見てほしいな、本当。視聴者は見てます。そうだね、はい。さあどうでしょう、どうでしょう、大丈夫でしょう。おー危ない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 。セーフセーフセーフ。それやりたい。あ俺にやる。レモンかけられたな。3個ぐらい刺さりましたよ今。レモン果汁をかけられた今。手裏剣なんですけど。手裏剣やった。ブシャーでした。それフラッシーじゃなかったっけ。よっしゃ、はい、よっしゃ3つ目これも行きたい。ストライク出してます、見せますぞ。何を言ってるの？何て言ってるかわかんない。カミカミ。ちょっとそんなこと言わないでよ。よっしゃ、よっしゃ。カミカミ笹ダンディです。何の参考にもならない。ちょっとひどいストライクになっちゃったじゃん、もう。まあいいですよ。ボーリングはね、全く参考にならない。ストライク続いてなんぼですから。はい。迷ってますよ。珍しく。さあどうでしょう。さあ行った。どうだ。これは良さそうだ。うわー惜しい。投げた感じでもどうですか、シンクレブ。ちょっとなんか私の手がぬるぬるで滑り落ちる感じがするんですよね。ボールの感想ではなくて、ボールじゃなかった、ちょっと自分の手の感想。ちょっとまだ、まだ分かんないんですよ。なかなか、なかなかね、なかなかいないですよね。あのボールの感想じゃなくて自分の手の感想を言う。ちょっと私初めて聞きましたけど。さあスペア、さあどうでしょうか。さあこれは大丈夫でしょう。 OK OK。 あー取れた。でもなんか本当このボールね、スミレちゃんに合いそうな気がすごくするんですよ。私先が結構、そう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 、なんかおとなしいですよね、先動き方がね、はい、スミレちゃんそういうボールの方が好きだもんね。扱いやすいです ね、すごい。そういう感じがするよね、うん、出し戻しっていうよりもそういうタイプの方の方が合うんじゃないかなってずっと思ってるんですよ私ね。よっしゃ、はい、じゃあ行きましょう。ここも裏ストライク。いやダメだな。さあどうだどうだどうだ。よっしゃー。もう一回騙されてみよう。なんか面白くねこいつみたいな。いいでしょいいでしょ。よし、ダンディーなストライク連発してますよ笹田は。さあどうでしょうか。
ちょっと待って、めちゃくちゃ迷ってんじゃん。めちゃくちゃ迷ってんじゃん。でもそんなに回転しないしな。さあ、細かく。さあ、行きましょう。お、どうだ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 。うわ、惜しい。違ったようです。惜しい、違った。手裏剣飛ばしとかないと。レモン飛ばしてもダメよ。手裏剣飛ばしといてね。レモンの汁をちょっと笹田プロに。なんかすみれちゃんずっとボールのアジャストというより手のアジャストしてる。なんかすいません、ひたすら手のアジャストしてるよね。はい、なんか手が、まあね、今日開けたてなんですよね、すみれちゃん。はい、そうなんですよ。それよか、なんか手がヌルヌルするんですよ。それなんで、それしか言ってない俺さっきから。今日暑いですかね。今日暑いですよ。そう、そのせいだ。私と一緒に対戦してるから心も熱くなってるんじゃないですか。手が熱い。内心的普通です。全然スルーでした。さあどうでしょう。おっしゃ、ナイスナイス、オッケー、よし。あ、スペアしか取ってない。スペアしっかり取れてるね。スペアしか取ってない。スペアの時はなんかちょっと手ヌルヌルしてないみたいだね。しっかりこれを、はい、はい、粉々にして、粉々にして、笹田プロのスペアボールにまぶしときます。やめて、俺それやると抜けないタイプだから。よし、俺は手ヌルヌルしてないからね。乾燥肌タイプ。乾燥肌タイプ。乾燥肌タイプ。そうそう、心も顔もってなんでやねん。砂漠。さあどうだどうだどうだ。ああ、ちょっと惜しい。手裏剣みたいに飛んでるやん、手裏剣。惜し惜し、シュッシュッってやりたかったのに今。惜し惜し。よしよしじゃねえよ。すみれちゃんが笑かすからだよ。惜しい惜しいって言ったんですよ。に、よしよしって聞こえたんだけど。心が汚れ、心が汚れた。心がパサついてる。完全に、ね、乾ききってますね。完全に心が汚れてる。うん、乾ききってます。さあどうでしょう。さあどうでしょう、行ったか。おー、来たー。これでまだまだちょっと私にはあそこしかなさそうだ。いや、でもこれでまだまだ分かんなくなってきた、はい、ハンデありますからね、ハンデ。はい、よいしょ。はい、しっかり取ってまいりましょう。 OK、はい、よいしょ。 OK、 ナイスカバー。 OK、 まあスペアはね、ちょっとパシッといっとかないとね。はい、よし、はい、じゃあ6フレーム。やるんです、スペアの時に。そっかそっか、この時にやらなきゃいけないね。シュッシュって。そうです。なんだ、使い方があるんか、これにも。勉強になりました。忍法だね、忍法。さあ、ダブルチャンス目。さあ、いったでしょうか。あ、いい感じじゃないか。うわー、ちょっとこれが、好調の秘訣。あの4番ピン飛びますか。いやー、ちょっと今の飛ぶとは思わなかったけどな。はい、じゃあ、うんうんじゃ。何も言ってくれないんだもん。じゃ、はい、独り言、私もなんか独り言になってる。独り言になってました。はい、じゃあ行きます。負けてられません。よっしゃ、どうだ。いやー、やばい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 。いや、でも笹田プロは取れますよ、これ。まあね、笹田ですから。うん、笹田プロ取れます。ダンディだからね。ダンディだから。そうそうそう、ダンディだからね。ダンディだから。そう、ダンディ笹田。それか、多分6番ピンだけ取ってくれるでしょう。いや、取れますよ。こんな笹田にとっては楽勝ですから、もうね。はい、行きましょう。さあ、どうでしょう、どうでしょう。あ、さすが期待通りですね。取れないじゃん、取れないじゃん。みんな期待してましたよ、でもそれを。これを、うん、これを、これをか。おかしいな。いや、これでちょっと俺負けてんやん、これで。負けてないです。いや、負けてる負けてる、これで負けてないです。ちょっとまずい、だってハンデ入れたら、だって
ほら、5ピン差で大中さんリードですよ。やった。まずい。さあ、滝目。おー、来ちゃった、来ちゃった、出た、来ちゃった。うわー、出ちゃった。優しい。これこそちょっと手裏剣の出番じゃない、これ。頑張って取るしかないな。ねえ、ちょっと取りたいね、これはね。プロボーラーの意地を。よし。7フレーム。いや、もう絶対に負けてはならない戦いだからね、これは。大中さんにだけは。誰に負けても大中さんにだけは負けられない。なんでなんか目の敵にされてんだろう、そんなに。よっしゃ、行きましょう。さあ、どうだ、どうだ。あ、逆バージョン。まずい、まずいよ、ちょっとまずいって。これはまずい。いや、もうこれ本当にしっかりちょっとね、取ろう、取らないとまずい、負けちゃう。むっちゃ考えてるやんか。めちゃくちゃ考えてるやんか。よし、プロボーラー大中すみれも。さあ、どうだ。さあ、いった。あ、うまい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 。よし、これで地いただきました。これで、これを取ればすごい、私がこれチャンスですよね。逆転するんですよね、またね。はい、行きましょう。あー、やばい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 。あ、曲がんなかったですね。曲がんなかった。でもちょっと面白くなってきた。いやー、まずいな。あの頭のフォースは何だったんだ。急に。でもこれでちょうどちょうどぴったりやんか、今ぴったり。ここからこっからですよ、勝負は終盤。8、9、10勝負。初めて聞いた。8、9、10勝負。8、9、10勝負。今後流行るかもしれないですね。8、9、10勝負。8、9、10勝負。なるほど、なるほど。いい響きですわ、それ。さあ、さあ、8、9、10勝負。来ました。こっからスタートすればよかったじゃん。そうですね、もう。次からそうしましょう。はい、行きましょう。お、どうだ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 。うわー、うわー、危ない危ない。なんちゅうピンアクション。よし、これでストライク出せばちょっと本当に、はい、俺チャンスだな、これな。よし、ここはちゃんと持ってくるよ、笹田プロボーラーらしく。いきます。さあ、どうだどうだ。うわー、うそー、惜しい。いや、惜しいな。いや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 、今のはちょっといいように感じたけどな。さあ、どうだ、スペア。お、お、お、大丈夫。あ、全然大丈夫でした。何の問題もなかった。ちょっとドキドキしました。でも、よし、まあ、このスペアはちゃんと拾っとかないとね。はい、よし、行きます。 OK、 よしよしよし、 OK。 ナインテン勝負になりました。ナインテン勝負、ここから始めたらよかったよ。そうですよ。最後、テンフレ勝負になるかもしれない。ただのテンフレ勝負。そこだけで勝負すれば。ここ一緒だったらね。ここまで動画カットしようかな。さあ、どうでしょう、9フレ目。すみれちゃんはストライク出るのかな。どうしたんだ、どうしたんだ。いや、ちょっと考えます。いや、またまたボールがぬるっとしたのかなと。いや、ちょっとぬるっとしましてます。手がね、手が、うん、手はぬるっとしてます。ぬめぬめです。手のアジャスト大事だからね、はい。じゃあ、まだ大中さん若いから油ギッシュみたいですよ。笹田はね、いや、乾燥肌なのにぬるぬるになるんですよ。どういう状況それ。よくわかんないんですよね。さあ、行きましょう。お、いいんじゃないかな。わー、倒しきった。やった、倒しきったね。
いや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 、これちょっとまずくなってきたよ。これでちょっとまずくなってきたってわよ。何語でした今。俺今何言ったの。あーまずいまずいまずい。全然ストライク出せる自信なくなってきたところでストライク。よっしゃ、はい、行きましょう。チャンピオンですからね、大丈夫です。さあどうだどうだ。いやー、ああでも、あいやまだ決まってないですから。いや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 、まずい、ちょっとまずいぞまずいぞ。これは何点勝負じゃなくなっちゃったじゃん。もう点フレだけの勝負実現させたかったんやけどな。よっしゃ、オッケー、よし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 、はい、ダンディカバーいいぞ。シュッシュだったね。キレがない。ついにできた。キレがないだって。シュッシュで、もうその間に刺されてますから。シュッ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 。なるほど。なるほど。シュッってやってるその間髪の間に。あ、そうです。シュッシュッってやってたら死にますから。さあ、テンフレ。さあ、どうだ。ここ持ってこられたら負け。いや、まずいぞ。あー出過ぎちゃった。よっしゃ、 いいぞ。違うな。よしよし、相手のミスを喜んでる場合じゃない。最低だ。シャミーを投げつけました。よし、これは取れんだろう。取れるかな。よし、これでちょっと一発決めてやりましょう。ストライクというものを見せつけてやりましょう。はい、行きましょう。さあどうだ。よっしゃー、ナイス。どんだけ軽いの。ナイス。部活か。あ、やばいやばい、取れた取れた。あーよし。もう最低なプレーね。相手のミスをこう喜ぶっていう。よしよし、いいぞ、いくぞ。ここちょっとパシッと決めますからね。はい、じゃあ行きます。よっしゃ、どうだ。惜しい。なんでそんな呆然と立ち尽くしてるの。OK。 まあじゃあ最後ね、ウイニングショットですよ、ね、手拍子も起こると思いますけども。練習あんまできなかったな。ちょっと練習あんまできなかったんだよな。なんちゅう醜い争いなんですか。はい、200です、まあ、ということで、はいはい、200対178。この何も宣伝にもならんけど。はい、ちょっとコンディションが難しいですね。まあまあ、ちょっとね、あのなんか攻めどころがあんまり分からない。攻めどころがあんまりね、なんか外を出したらちょっと抜けそうな感じになるし、ね、はい、ちょっと打ちこぼれたらなんか刺さっちゃうしね。あ、曲がりますね。はい、なのでまあいろいろ僕も 初投げだったね、このコンディション、はいはい、中投げたり外投げたりのイメージをちょっと作りながらの投球でしたけども、はい、何とか200点はい、まあ、どうでしたか、このシンクレブ投げて。はい、そうですね、あの結構走りがいい感じで、はいはい、先もおとなしい感じなので、はい、あのいろんな人に使いやすいかなと思います。そうですよね、はい、まあなんかこうハイスコのレーンとかっていうよ、まあそれでも全然いけるんでしょうけど、僕はねずっと動画にも言ってるんですけど、ちょっと短めのレーンの方が投げやすいんじゃないかなっていうね。走ってくれるか。そう、走ってくれる、走ってくれるっていうか、奥の動き方がそんなにこうドーンという来る感じじゃないんで、暴れる感じではない、まあ、そう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 、だからまあ曲がり幅自体が僕は大きく感じないのでね、はい、その分こう短いコンディションとかの方が適性はあるんじゃないかなというふうに感じてますね、はいはい、で R3S なので、はい、まあ、カバーがそんな強くないのでね、オイルが薄いコンディションとかでもまあ投げやすいんかなっていう感じはしてますので、はい、まあ、あの外まっすぐとかね、あの先の動きはそんなにいらないなって感じられている方はね、こういったボールちょっとご検討されたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、
すみれちゃんは何か感想ありますか？同じです前代未聞、私が言いたいことを全て笹田プロが言ってなるほどね、はい、あれを言いたかったんですね。言いたかったんですけど、言いたかったけど全く同じ意見でした。なるほどなるほど、はいはい、それは言うことないですわね完璧でしたもん、はい、ということで、はい、あ、シャミーが、そうですね、今回は、まあ、シャミーのプレゼントはなしということで、笹田プロが、ね、本気で勝ちに行っちゃったんで、あの次回 ね、なんかすいません、はい、いや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 、またあの対戦ね、はい、あの百花ローラーリングの前できますから、はいはい、ちょっとね、やりましょう、はい、よろしくお願いします。今回の、プレゼントはこちらのうちわ、はい、ということになりましたので、はい、こちらにサインして、はい、視聴者の方に1名様にプレゼントさせていただきたいなと思いますんでね、はいはい、ぜひこの動画リツイートしていただけたらいいかなと思います、はい、ツイッターぜひね、ご覧いただきまして、はい、あの私と大中プロのね、ツイッターフォローしてリツイートしてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、まあね、今日はありがとうございました。はい、またね、対戦やりましょう。はい、はい、なんかめっちゃちょっと怒ってます。シャミ投げつけてましたよ。アダプロのね、このね、V シャミをちょっと思いっきり叩きつけました。V 割れちゃうじゃん。パカン。パカン。はい。まあといったところで今日は終わりたいなと思います。はい、また次回の対戦楽しみにしてください。お願いします。はい、それでは今回も長ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとう。